なが分からないであろう好きなアーティストを語る動画です。続きやっていきます。ちょっとあと一個文句言っていいですか？これ雪降ってるじゃん。マジでこれ毛糸玉かと思うんだけど間違えるんですけどっていうね苦情を言いつつ引き続きちょっとみんなのわからない話をしていこうかなと思ってます好きなアーティスト続きですね。次ね、さっきあのケンちゃんの話したから浅井健一ですかね。あのブランキジェットシティ、これももうね、かっこいいしか言えない。ちょっとごめんね、語彙力があんまないからさ言えないんだけど、いやめちゃめちゃかっこいいんですよ本当に。ケンちゃんもかっこいいし、やっぱそのブランキーっていうバンドがかっこいいだみたいな。めちゃめちゃねかっこよくて好きで、好きですわそればっかあのベンジーって呼ばれてるんですけど、これ発音違うかな。シーナリンゴのリンゴちゃんの何の曲だか忘れたけど、そのワードだけ出てきてるんですよね。ベンジーって言葉が何かの曲で出てきてた気がするけど、曲名はちょっと思い出せないなって感じです。なんだっけかっていう、その人ですね。浅井健一イコールベンジーですね。ちょっとなまってるかな、ベンジーって。私さ、その友達がね、バンドやってた時の、同じ軽音部の友達が青森出身のやつがいて、めちゃめちゃなまってて、そのベンジーもなんかね、なんかすごいなまってたんだよあの時。でもそれ聞きすぎちゃって、どれが本当かちょっと分からなくなっちゃって、そう、なんかこの発音で合ってんのかな、違うのかなって、ちょっともう分かんなくなっちゃったかちょっとなまってたらすんませんって感じですね。すべてはやつのせい、人のせいにするっていうそうそう。で、何が好きかっていうと、曲も好きだし、あの人ね、めちゃめちゃね、あと絵がうまいんですよ。めちゃめちゃうまくてですね、このグッズとかも結構発売されてるんですけど、それがねめちゃめちゃ可愛いんですわ。すごい、ちょっとさりげなくちょいちょい集めてて、そうなの、集めててね、あのスマホケースとか私ずっとそれですね、ケンちゃんの描いたあのグッズのスマホケースをずっと使ってます。何個目だろう、本当にずっと使ってたりしてます。なんかそれ以外もめちゃめちゃ可愛くて、マグカップとか、なんかそういうのもねちょっと集めたいなと思ってるんですよね。よいしょ、行くと進めない、ちょっと分かんなくなっちゃった、よいしょ、うわー見にくいな見にくいな、こっちかよって見つけられないなです。あ、いる、どこだろう。あとまあ次好きなやつ、次なんだろうな、あ、ホルモンかなマキシマムザホルモンですね。我らがホルモンですねもう語る必要ねえだろっていう感じの、本当にいつも楽しませてくれるし、こうフェスでとかで見かけると見るとさ、本当に盛り上がるめちゃくちゃ楽しいですね、フェスで見ると。あ、いたいたいた、ネズミかと思うわこれ。オッケーオッケーオッケー、よいしょ
とあれだな、なんかホルモンっていうとイスズのトラックですね。なおっちゃんが歌うね。それってわけじゃないけど、もうそれが私好きすぎて好きすぎるんですよ。そうそう、大体見たんだけどな。あとあれかな、なんかこう CD とかさ DVD とかそのホルモンのやつを買うと特典みたいなのがめちゃめちゃ面白いめちゃめちゃ面白いです、マジで。ほんとなんかどこまで言っていいかわかんない、ほんとに買った人だけのあれだったりするからさ、ちょっと今詳しくは言わないけど、あね、ほんとに面白いなよく思いつくなと思って。そうなんだよ。とか好きですね、すごい。もうほんと楽しい、ほんとに楽しい、あの人たちうん、好きですわ。あ、これも大体これで見た、私全部負けたもんね。この辺、あ、この辺もいたんだっけ、なんか怪しいけど。まさかの、はい、これ違うの、あ、違ったマジかよこれはにゃんこ、流れるにゃんこがずっと往復してるな、何往復目だろう。あとどこだろうな、これの下とかいなそうだよね。あと1個と2個か、マジむずいな相変わらずにゃんことペンギンはどこへ行くのか。いや、また戻ってくんだけどね、往復してるだけなんだけど。あ、消えた怖いの見てしまったな。どこ、家か、難しいパターンだけど。あ、帽子、ほー、帽子しか言わないわ、先に帽子を見つけるということですか。帽子と家か、難しいな。ちょっと近寄ってこう聞くしかないのか、鳴き声を探せ、帽子を探せ。あと、家をたどっていってにゃーって聞こえたらいいんでしょ。この距離で聞こえんのかな。さて、じゃあ次行こう。じゃあ次はね、話の流れで出てきたのはライズですね。すごい好きですね。好きなところはたくさんあるんだけど、やっぱ人が好きかな、あのバンドは。人が好きですね。まずジェシーめちゃめちゃ私 MC 好きで、 MC かよって思うかもしれないんですけど、なんかこうすごい心に響くんですよ、なんかあの人のその MC っていうのが不思議とね、その会場で聞くとさ、すごい響いてくるんですよ。で、ライズの多分ライブっ
てなんかガキ割りみたいなの確かあったと思うんですよね。うん、なんかその子供たちもね参加しやすくなってて、子供たちに向けてね結構メッセージ送ることが多くて、なんかお前ら幸せだなって思う。あ、猫の声聞こえる。いる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 。あ、こっちが、これじゃないのか。そうそうそう、子供たちにねメッセージ送ることが多くて、私が言うと安っぽくなるけど、これやっぱ生きててさ、いじめられたりとかさ、なんかそういうことってあるじゃないですか。なんかこう悔しいこととかバカにされてとか、子供の頃ってやっぱ特にあると思うんですよ。いた。だけどなんかここにいるお兄ちゃんお姉ちゃん、お兄ちゃんお姉ちゃんたちがみんな味方だからな、お前らの味方だからな、だから頑張っていけよみたいな感じのことを言うんだけど、もうそれがすごい好きで、なんかあそこにいる子供たちめちゃめちゃ幸せじゃないですか。そんなあの年でいいよなって思った本当に。あとはあれかな、ジェシーも好きだし、ベースでしょ、初代のあの時江さんっていうんですけど、女の人のベーシストがいるんですけど、あの人すごい好きで、私めちゃめちゃかっこいいんですよ。もうでもあの人も50ちょっ、え、ま、ちょっと前に見た時にもう50になってたから50オーバーなんだけどそう考えるとすごいよな。本当になんかビジュアルもかっこいいし、演奏もめちゃめちゃかっこいいし、すごいね好きな人なんですよね。あれとかに出てるわ、あのエースオブスペーズ、エグザイル高博とグレイの久志と、あとあとさっき言ったけどマッドカプセルマーケツのあの元カツと組んでるバンドとかでやってるあの女のベースの人ですね。どこだ探せねえ探せねえぞ。もう違うもんな。うん、あとはまあケンケンでしょケンケンはもうだってもううまいし天才だし、マジでいやすごい好きですね本当に。でお兄ちゃんあれか、お兄ちゃん金子のバーキーがお兄ちゃんなんですけど、お兄ちゃんもあれだよ、あの上田武のソロでやってるバンドでサポートドラマーとして参加してくれたりっていう、その音楽兄弟めちゃめちゃ熱いいやー本当にケイケは本当パフォーマンスが天才ですね。あのスラップ見てると本当にいいなと思う、うん、だしあんなに天才なのに、なんだっけな、私すごい好きななんかあの人のツイッターのあれがあって、なんだっけな、ちょっと調べよう。今調べるのかって出てくる、これだこれだ、これこれ。なんか好きなことで生きていくということはさ、大好きなことが大嫌いになるくらいまで自分が追い込まれて、追い込んで本当に好きなことが嫌いになるんだけどさ、心の底に 0.001% の大好きな気持ちがあるからなんとかやっていけるんだ。好きなことで生きていく、ということは楽して生きるとは全然違う。まだね。
だからみんな今日も頑張ろうね。俺も朝起きるたびに、はあもうやだなと思うよ。でもまたいつか大好きだったものが自分を救ってくれるよってやつ。これいつのやつなんだろう。あ、でも今年なんだ。これ2019年4月とかになってるから、このねツイッターめちゃめちゃ好きで、なんかあんだけなんか才能に恵まれてすごいのに、でもやっぱりすごい努力して嫌いになるぐらい練習して、今のケンケンのあの腕があるんだなと思うと本当に尊敬します。っていうか続けていくっていうか極めたりしようと思うとすごい大変だし辛いよねって話だよね。でもそこでもっと頑張ればまた絶対好きなことが自分を救ってくれるよっていうね。でまた好きになっていい話じゃないですか。見つからねケンケンのこれケンケンのあれでしょ、ハットでしょこれ。ちょっとどこや、ほんと見つからないわ、どこだろう。くそなんだけど。おい、むずい。まあ最近じゃないか、これは最近でもないけど、今言った中ではかなり現役度の高いバンドなんじゃないかなと思うんですけど、そこの子、あ、そう、とりあえずあやぺたね、あやぺた結婚おめでとうですね。ちょっと相手が意外すぎてびっくりしたんだけど、本当にあやぺたおめでとうだわ。いや、あやぺた好きすぎてあれだよ、私ツイッターの名前レオペタにしてるんですけど、私はあやペタリスペクトですね、完全に。あのギターボーカルのあやペタです。はい、すごい好きでなんか元気もらってます。めちゃめちゃ元気いんだよ。なんかこうライブとかもさ、 MC やっぱ喋るじゃないですか。なんかまあ曲もね確かに元気いい感じなので、 MC とかねやっぱちょっと落ち着いたりするんだけど、あのあやペタはもうそのまんまなんだよね、勢いが。本当に大きにーとかってずっと言ってる。めちゃめちゃ元気なんですよ、ほんと。いや、あれすごい好きでずっと叫んでる感じ。MC 中もあれ好きですね、すごい。で、なんか最近さ、このライブとかでもファミリー席みたいな感じのって多いじゃん。でジジイのこうライブとかでもファミリー席みたいなのがあって、こう子供たちが来てるんだけど、その子供たちに対してこう呼びかけんのよ、あやぺたが。でもなんかなんて言うのかわかんなくなっちゃったみたいで、なんて呼んでいいのか、ずっとなんかチルドレーン、チルドレーンって言ってて、でもなんか自分で違うと思ったんだよね、なんかちゃうわ、なんかちゃうわとかって言って、あ、これだ、チャイルドーとかって言って、チャイルドも違うんだけどみたいな、違うわこれもとか言って、キッズやーとかって言って、なんかキッズってずっと呼んでたんだけど、本当にそんな流れすごい好きです。面白い、楽しい。見つからない、しばらくお付き合いください。見つからねえや、大変だよ。まずだってケンケンのシルクハットがないもん。あとあれ好きかな、そのファミリー席つながりでさ、あの、ま
子とか来てるの、ちっちゃい女の子とか来てるんだけどさ、なんかこう MC の時とかにあやぺたーって言うの、あやぺたーって別にバカにしてんじゃないよ、子供バカにしてんじゃなくてなんかその子供の声のその叫んでる感じが超可愛いって思ってるいつもめちゃめちゃ可愛いなって思うわ。はい、こんな感じかな。あとは好きなやつはなんだろうな、あれか、あれ言ってないわ。あとあれでしょ、エルレでしょ、エルレガーデンでしょ、これはもうあれだな、なんか何がいいとかもうそんな言わんでもいいでしょ、語る必要ないでしょって感じだっていうぐらい好きです。もう細見さんが好きっていうか、うん、いいよね本当に復活ライブ行きたかったも全然チケット当たんなかった。なんか周りも応募してたんだけど一人も当たんなかったね、誰一人当たらんかったわ倍率すごすぎてダメだわいつかでも見たいなと思うんだよな。生でエルレも見たことないんですよね。そう、好きなやつなんか見れてないのが多いんです、生で。だからいつか見れるものは見たいなと思ってるんだけど、チケットは前回当たんなかったです。倍率すごいよ好きで、すごく人生かけて君はのツアーの DVD とかが一番見てますかね、回数的に。うん、あれめちゃめちゃかっこよくないですか、あのエンディングストーリーから始まる、で最後私アンコールのね曲もね、あれめちゃめちゃ好きで、本当にあれなんか捨て曲ないんだよ、あの DVD、人生かけてのやつ、個人的にだけどそう、向き変えてみようかな、こっち向きに探すか、回転ができる。そう、うん、はまっちゃった。10個くらいいったでしょ、まあ、多分大半のものが何言ってんだこいつみたいな感じだったと思うんだけど、そう、あとね、あと1個思うのが、やっぱりこれやりながら話すの超難しいあのね、難しいですマジで。これもひっくり返せんな。ん、おお、これか、これか、ケンケンのシルクハットなんだよ。おい車、赤い車、そこだ、そこと、そことそこか、ん、3台だっけ、4台、あ、これかな、あれもしかして、待ってこれにいる、あ、でもここ猫いたからいないだろう。よっしゃ、見つけたぞ全部。さあ次行くぞ、これ結構頑張ったんじゃないか、広いのに。よし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 、まだまだちょっと続きます。